ははい皆さんこんこにちはレクセンン講師の森山ですです私が担当する生鮮等連「生戦遂鈍必須論点卓く戦えこちらの方の説明をしていきたいと思います。でこちらは文字通り「鈍錬」「アウトプット」を中心として勉強していこうという形になります。 で中上級の勉強というと大きなインプット講座を受けてその復習していくというメインロードえこれが予備校で準備されることが多いですがこちらの方はインプット講義を中心とするものではなくてアウトプット通連で力をつけていってもらいたいまあ、そのような講座になっていますなかなかこうインプットを中心に勉強して例えば社会人の方で時間がない中でなかなかこう未消化に終わってしまうことも多いしこのアウトプットのメリットってどういうところにあるんでしょうか。 なりますね1つ、あいうように、もう時間がない中でも効率的に勉強することができると、えー、例えば、インプットでもうすでにそこ知ってるよ知ってるよってものについて話を聞くというのは忙しい方にとってはもう時間の有効活用ということにつながっていかない可能性があります。こののアウトトプットを中心に勉強すればそのようなただ あー聞いてるよっていう時間を防ぐことができると同時に弱点をあぶり出すこれが一つできるわけです問題を解くことを先にやることによってここ間違ったから覚えなければここは合ってるからその知識でいいんだなという判断で身につけることができるんですね単に受動的にこうインプット講義を聞いてるだけであればその判断はできませんだからこの時期からアウトプットをするこの時期からトれんトくということはメインロードではないかもしれませんけれども実は近道とあもう一つの近道と いうことになるわけですで問題を解くことによってもう1つ得点力は身につきますこれもですね知識をただ入れるだけではなくて外に出す形で力をつけることができますからあこういうふうに解けばいいんだなとかあこの知識ってこう出るからこういう形で頭に入れとけばいいんだなこういう形で身につくんですねまさに自分の苦手なところについて実践力をつけていく得点力をつけていくこのようなことをすることができるわけです。秋から冬年を使ってて勉強するメリットとして一つは ケースメーカーになるという点が挙げられます。 秋から民放から順番に勉強することによって勉強がですねきちんとこうペース通りに進んでいくことになりますから年内に一週勉強していくアウトプットを中心に勉強していくというペースメーカーになります年明けからまた新しい当連それから4月になればファイナル当連といった形で、えー、続いていきますがこの秋の当連によってまずは基礎力こちらをつけてもらうことになります。こちらののではままず正解率の高い問題つまり 落としてはいけない問題これを中心に集めてありますかといって、まあ、多くの人が正解できるわけではありませんやはり落とし穴はありますからあその正解率が高い中でもしっかり、えー、取っておかなければいけないまあ、だからこそ差がつくわけですよ、えー、本試験っていうのは難しくて誰も解けない問題が解けたから プラスになるよってことよりは、みんなが解ける問題を落としたからマイナスになってしまうってことのが大きいわけですね。だからしっかりこの時期に弱点を補強していくことによって、え次の実践的な等連の方につなげることができるわけです。まずはここで基礎力、完全にこうつけてしまいましょう。プラス、 新作問題もあります改正点なんかもありますから基礎的な問題それから改正点に関しては基礎,点基礎の点が出ますがそこはしっかり押さえようということでそういう問題をピックアップして今回出題してあります。これを使って年内ですね一緒に搬送することによってペースメーカーにしていただきたいと思っております。当連を中心に勉強するメリットが分かったよと言ったとしても皆さんの中には少し心配な点があると思います。 インプットがないので改正点は大丈夫かということになると思います大丈夫ですえこの改正点についてもしっかり当連の方で対策をしていきますで私が責任監修して改正に対応した問題を出題していくと同時に解説でもここはこう改正されました まさにこうインプットの講座を聞いているかのように改正点についてはお話をしていきたいというふうに思っておりますですから近年本当にこう改正というものが多くその改正点がすぐ試験に主催されるそのような試験になっておりますが当連を中心に勉強しても改正対策になりますこのあたりは問題のところそれから解説のところこちらで改正点を得点できるようにお話をしていきたいと思っております でさらにえ今回の答ね、えー、通常の解説講義にプラスしてキートピック、点講義がついております。でこちらの方は、 書いてある通り、まあ、横断整理をしたりあるいは発展論点を説明したり開放テクニックを伝授したりといった形でもういろんなところからお話をしていきたいと思いますからまさに言ってみれば、まあ、ホームルームというかそんな形で当連に即した解説だけではなくてその横断整理だとかも含めた皆さんにこういう話をしたいということについてこれ私の方が考えてお話をしていきます。だだから、まあ、当連だけではなくプラスとしててトピックについて ですね、あ今の時期これが必要だよねとかあこれは押さえておいた方がいいよねとかあこのようなプラスのお話これをしていきたいと思いますから、まあ、このあたりは本当にこう充実させていきたいというふうに思っております。でさらに オンライン質問会、こちらを行いますのでこの答連を中心に勉強するとどうしてもこう質問できるのかとかいう疑問があると思いますのでこの12月のところに実施予定ではありますがオンライン質問会ということで YouTube ライブの限定配信を使って質問をぜひチャットの方でしてくださいそれについてこの答連の内容について私の方がお答えしていくそのような会これをですねイベントをしていきたいと思いますからぜひこちらもご活用いただければと思います。 今回このようにえ当連に力を入れました。ですからこの秋のところからあこの当連を段階で上がっていってしっかり合格力までつけていっていただければと思います。私の方でも精一杯サポートしていきます。一緒に頑張っていきましょう。